PC 出てる、はい、これがプレビューモニターで、こちらに PNP でメイン出します。はい、今日は少し踊り、ウホって誰だ、ウホな要素ないですからね。師匠は師匠さん、師匠師匠って誰、師匠さんはですね、ウホな要素ないから、気晴らしにはいや、ウホの意味を間違ってる、ウホいい男でしょ。あ、そうです、それはない、車のね、はい、行きます、はい、行かなければ始めましょう。ててててあ、あのね、ここのこの時の、振り付けも募集してるんですよ。振り付けも募集。これは今昔長谷川さんがそのとあるアニメのなんかね踊りを見てやってたんだけど。みたいな。皆さんあそこの神の見てますね。皆さんと目線が合います。もうちょっと寄ってくるんじゃない？やりましょうか。まあ、3人入るってことね。はい、はい、行きましょう。はい、せーの、キバラジ。はい、キバラジは何かと忙しいあなたにお昼のひとときを提供する気の抜けるラジオです。イエーイ、今日も始まりました。今日は5月27日水曜日6日水曜日火曜日だよ、しかも。え、火曜日水曜日か、水曜日、もう、まあいいや、はい、人間版ダメだな。はい、行きましょう。行きましょう。今日はですね、引っ越しのアイデア募集っていうのと、それから、あ、ここは、スコを見なかったことで、IT メディア様の勉強会で生中継サービスを紹介してきたので、それを、こう、長谷川さんが。これね、多分ね、IT メディアの人が見たら怒ると思うんだけど、うん、お金を取って今朝この人がうちの生中継サービスについて説明してきたのね。で、その説明してきた資料を元に、ね、今日また生中継、これ気晴らしを見てる人向けタダでやるから。そう、あの、インターネットは無料の文化っていうひどい、しょうがない。だから IT メディア様の方は本当にあのその後もね、うん、あの実際に名刺交換ができたり、はいはい、質疑応答ができたり、あ、これもツイッターすればできてるんですね。まあまあいいんですけども、そう、1回目は情報価値が高くて気晴らしでは無料で、はい、2回目だから、そうそうそう、だから今気晴らし見てる人は超お得、超ラッキー。僕らは普段お金取ってやってるよ、この時間なぜか、まあね、準備する時間がなかったんじゃないか、はいはい、まあ行きましょう、はい、行きましょう、はい、でまず